はい、どうさん、こちらのです。今回はですね、はい、今段 SR ラグス使ってバトスター挑戦してみたいと思います。さあ、使用したデッキが25周年悟空、クロノア、ベジータゼノでスケベジ、クライマックス悟空ときて海王エリートというデッキですね。はい、まあ、ラグスなんですけど、このサポーターにするとそのラウンドの受けるダメージ 25% 軽減、毎回っていうね、まあ、防御キャビリティ持ってまして、まあ、クロノアとかのね、同じ軽減系と組み合わせると、まあ、恐ろしい軽減率を発揮するんで、まあ、今回はね、こちらを、はい、まあ、フルに生かした編成となっております。さあ、アバターは一応ね、エリートからバーサーカーに変えて、まあ、固定戦闘力を増やしつつ、クライマックス悟空のね、こうサポートを、まあ、このクライマックス悟空もね、はい、前回の身勝手ランキングの時にね、はい、まあ、ナンバーワンに選んだカードなんですけど、まあ、なかなか強い、なかなかっていうか、かなりぶっ壊れてる。で、火力要因としては、まあ、そうですね、暴走悟空とかゴジータセナとかいっぱいいるけど、まあ、その中にもね、引きを取らないね、性能となってまして、さらにね、チェンジするとガードが1万5000になって気絶しないっていうことなんでね、はい、盾にもなってくれますよと、いったところで、はい、まあ、火力とね、はい、防御面一斉に補えるので、まあ、かなり押してます。あー、なるほど、まあ、ちょっとタンバリンだけ怖いけど、そうだね、魔人プティンがいないんでだいぶ都合いいねこれ。うん、マジブティいたらこれがだいぶね腐ってたんですけど、はい、まあ、今回はねスケベジも海王アバターバーサーカーね、はい、フルに活かせると。でさらに言うとベビトラもいないっていうことなんで相性は非常に。さあ、そしたら1ラウンドはそうだね、まあ、タンバリン確かに怖いんだけど、この悟空パワーどんどん1万ずつ上がっていくんで、これでパワー上げつつだね。で、このね、25周年悟空は自分含めてアタッカー5人未満にすること、あ、5人ちょうどにすることによって 25% 軽減発揮してくれるんで、まあこんな感じじゃない。で、スケベジで先行は多分簡単だと思うので、まあこんな感じでいいんじゃないかなと思います。はい、気持ちもうちょい出そっか。さあ、1ラウンドはタンバリンは切らずと、 OK。あー、なるほどね。はい、まずは 25% だ。あー、まあこれで技は打てないけど、まあこっちのね、倍増は通るんで、この悟空のね、はい、まあ超ゴッド生あたりが火を吹きそうですね。はい、まずは操作された運命。まあこれとフリアバの相性が非常にいいというね。で、あとはメチカブラでチャージ1段階上がってるんで、それ合わせるとね、もう1ラウンド目から最速、まあ、魔人トアみたいな、魔人トアのね、UR みたいな感じで、まあ、1ラウンドから最速になってしまうという、はい、いった感じで、振り幅ね、最近多いんですよ。特にこのヒーロータイプ。あれと、このコンボ、メチカブラ&時の返しのコンボが、なんか非常に多い。さあ、まずはスーパーサイジンゴッド、オッケーオッケー、早いね、1万6000だからね。アイバック通る。さあ、まあ、気絶は狙えないけど、ああ、まあまあまあいいね、それなりにダメージ与えていきたいね。ああ、いいね、普通にダメージ入ってる。はい、でここも結構いいダメージが見込めそうな感じですね。さあ、まあ、最速といえどね。あー、まあ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 いいでしょう。さあ、2200いいダメージで、次で多分タンバリン切ってくるんですけど、まあ次も先行取っちゃえば、あ、そうなんだ、このアビリティこのタイミングで発動するんだね。はい、また悟空パワー1万上がるんで、まあタンバリンのパワーマイナス追いつかないでしょ。はい、パクト。さあ、でも次ですね、次の振り幅の攻撃を防がないと非常にまずい。いきます。はい、パクト。はい、ここは防ぎたい、ここは防ぎたい。ああ、マジか、今入ったと思ったけど、いやー、ちょっと外したね。はい、まあまあいいでしょう、入手ね、入手5500なの。さあ、そしたらちょっと7000制限かけようかな。うん、ぶっちゃけ
相手もね多分2ラウンドで先行取ってくると思うんで、まあこっちはこっちで7000かけて、まあクイック勝負あたりに持ち込みたいね。で最悪先行取られてもなんとかなるんで、まあ取れたら取るみたいな感じで いこうか。あーそうそうそう、あとこのメテもちょっと痛いので、そうだね、まあ、タッカーはあんまり出したくないけど、ま、でも5人は出さなきゃいけないんだよな。どうしよっか、太陽アバターとラグスまた下げて5人出しよっか。さあとりあえず7000、7000かけて全、5人出し。あとゴッド玉を悟空に持たせ替えたいね。さあなんだ、何を使ってくる。一応連打しとこうか。はい7000、あ7000じゃない、 OK。 はい7000じゃない、なんだろう。まあとりあえずこれでクイック取られてもなんとかなるということなので、もうちょい出す。この悟空記録いっぱいあるからこれだけ出して、まあメチカブラで技が打てないのがちょっと痛いね。ただそれはそれで相手もねあんまり出さないんで、そしたらこのラウンドでなるべくエナジーためよう。うん、こんな感じでいこうか、いこう。さあでこのラウンドでね身勝手の極意までチェンジ可能だと思うんで、まあまあまあ攻められますね。はい全出し、マジかここ全出し、マジか。だったらリンクライン悟空に当てたな。はい OK、 いいねいいねいいね、軽減めっちゃ硬いなこれ。多分今ね軽減率 70% 超えてると思うんですけど、やばいねこの軽減消しが相手にいなかった時の優越感がやばすぎる。はいアドバンテージめちゃくちゃある今こっちに。はいさらに反撃のうち、ああ強い強い強い、1万5000削られて2万上がってるんで実質プラス5000、はいっていうことなので悟空のパワーだいたい今1万ぐらいかな。うんそうだね、だいたい1万ぐらいあるね。さあ行くぜクライマックス。あ待ってミスター、ミスタースキャン中ミスター、やべクライマックスってこれ、そっか超アビリティだっけね。あー本当だ書いてある、超アビリティだこれ、やべえやらかしたまあまあいやーまあ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 いいでしょちょっと痛いけど、はいオッケー。ちょっと今気がついたけどさ、この悟空ってガードがまあ1万5000になるんですけど、これ1万5000になるタイミングが遅いんですよ。これね、セントレバトルの後なんで、ゴジータ BR が敵にいてもね、ガード無効にされないっていう。あれセントレバトル終了時だけど、この悟空ってセントレバトル終了時の後だから、発動しないんですよ、ゴジータ BR。そう考えるとめちゃくちゃ強いね、これ。阻むものがないね。あ、今更だけど。さあ、ここ当てたい。あー、まあまあいいんじゃない?外せ、あーまあしょうがない OK。 そしたらまたダブルで固くしてっていう感じかな。はいでゴッド玉、はいゴッドだけにゴッド玉受けてみろ。そしたらクロノアと悟空でダブル組みます。はい、ああいいねいいね、普通にいいダメージ。はい、あ強っマジ、いいねいいね、普通にダメージ入ってる。はい、さらに軽減 10% ダウンからのダブル。さあ守護のダブルアタックでさらに軽減率アップ。まあ、これでどんぐらいになってるか分かんないけど 85% ぐらいかな。ひょーんストで終了。さあで相手まあ攻撃激しいって言ってもね、はい妨害工作とかで、まあ、軽減率がえぐいのでほとんど食らわないと思うんですよね。ここほら全然食らってない、素晴らしい。まあいいでしょ、はい OK。 でスケベジがいる限り先行はね多分こっちが取り続けられるんで、まあ、次も多分先行でしょ。さ
さ、この人すごいね。クリア場でめっちゃパーフェクト決めてくるんだけど。あーまあいいでしょう。あー強い、それ強い。あーなるほどね。それプラスゴッドメテオと暗黒シェンロンで固定ダメージと。あーそういう系のデッキか。あーなるほどね。だったら高ガード高迎撃でもなんとかなるね。あーでも硬いね。オッケー、はい、めっちゃ硬い。ってことは攻撃ガンガンアプリ、あれ、あーやっぱそうだ、なるほどね。これでさらに固定ダメージ、えぐっ。あーなるほど、まあ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 言うてね、あと3000で終わりなので、まあ耐えたね。あ違うわ、ドローもあるから4000か。あすごいこのデッキ、固定ダメージも待って、このデッキ固定ダメージモリモリじゃん。ゴジータも固定ついてるし、解き替えもドローで1000固定ついてるし、なるほどね、固定デッキだね、完全なる。なるほどね。そしたらもうあれだね、攻めた方がいいね、ここは全部出して、あーいいね、もう攻めた方がいい。で相手も OK、 エッジカメラでも下げてこないから技打ち放題だね。思いのほか削られた、まさかこんなに削ってくると思わなかった。そしたらもう敵の HP 結構残ってるんで、技決めてもうあれだね、ひたすらに削るしかない。はい、未だに反撃の呪が発動。あそっか、反撃の糸口もあるのか。でかいな、でかいな。てかさ、本当に今更だけどこれスキャン中最初の方が良かったね。クロナのすぐ後にこれスキャンしないとダメだ。他は1万上がった後に 1.5 円できないから、ちょいろいろとスキャン中見せてる。さあ行きましょう。さあこれで当たるダメージが3倍、でかい。でパワーも余裕できてるから、ああいいねいいね、普通にいいね。はい、クライマックスにしたらダメージ入った。ああ強い、ほんと強い、それそれほんと強い。さあでメチカブラでかなり速くなってるんだけど、最速になるのかこれ、ちょ微妙だね。ああなる、ああ惜しい。あーマジか、チャージ勝たないところきついな。おおナイス、オッケー、よっしゃオッケー。はい、ゴッドナもレベル下げつつの、これはいったね。あーさらにバスト、悟空の究極バーストかなこれは。はい、 CI 速度を超速くするという、いいねこれ、いろいろ持ってていいね、今更だけど強いよね。さあマンスはフルチャージファイナルフラッシュ、あー減らない。あーそっか、パワーベジータと悟空は奪われてるから実質クライマックスだけだねこれ。はい破壊、おーいいね、からの極意のカメハメハがかっこいい。さあ結構ダメージ入りそうだねこれ。 OK2 番ダメージで KO ということで、はい、今回はですね、コンダイスタールラグス使ってバトスタに挑戦してみました。はい、まあ、こちらはね、まあ、サポーターにする限り毎回 25% 軽減がかかるので、まあ、他の軽減系と組み合わせるとね、今回みたいなすごい軽減率を発揮してくれます。はい、今度の SR の中ではかなり優秀ですね。でアタッカーにしてもカウンターラッシュ持ってるんで、まあ、そこら辺もねまた防御性能としては非常に輝く1枚なんじゃないかなと思いました。という感じでご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり、また見てね。